今見てるこれじゃないのか。はい。打撃の方を取るのに、ちょっと変えたところがあって、こういうスイングで、ちゃんと確認をしてました。鍛えるっていうよりかも、あと、やっぱ結果を出すキャンプだと思うので、これまでやってきたことをしっかり発揮するっていうか、実戦入ってきたら本当に、1打席1打席、守備の1球1球が大事になってくるんで、なんか先のことを考えるというか、その1球1球。しっかり集中して、まあ、一球にかけるじゃないですか。その時その時も全部やりたいなと思います。外れるよ。おー、OKOKOK、今のそれを今まで手だけでやってる。おー、いいねで、ここで打つぐらいのイメージ。イメージ、そうでいいの。こういう、こう切って構える。この中で、いらっしゃい、ここにボール来たら、タッていうぐらい。こう、こうす。外れてる。そう。お、分かってきたね。分かるっすよ、分かるけど。分かってきたね。天才やん。力抜きすぎた。力抜けよ言うてバット投げる。グリップをしっかりしとけよ。川村以来。力抜き。びっくりした。外れちゃうっていうのは、そう、なんかこうバットが左の時は割とこう近くからこう出てるんですけど、うん、右はこうなんか自分からこうなんですかね、手でこう。前にこう行っちゃうっていうのは、去年から村上コーチずっとランニングで見てもらって、うん、去年良かった感覚とかは、うん、それが崩れた助けとかだって崩れたりするんで、うん、やっぱり今こういう状態だから、うん、いろいろ修正というか、左打席でちょっと指導、足を上げ始めるタイミングがちょっといつもより遅くないかっていうことを言われて、お前のいい時は一回上げて止まってる時間、そのボールを待つその間があるから、その時間がちょっと浅いんじゃないかみたいな話ことを言われて、1年目から見てくださってるんで、自分的にもそういう気づきになったし、それ言われて後半良かったって。球際もボールが落ちるまでしっかり追いかけるっていうのは去年からずっと意識してやってることなんで、それが出せたので良かったです。監督大丈夫か。監督も20分過ぎ大丈夫ですか。まだもうちょい行きます。あとちょっと、じゃああと5分。ありがとうございます。さすがにあと20分で帰ってもらおうかな。すいません。昨日2本、はい、ヒット打たれたと思うんですけど、はい、出来というか、感触いかがでした。まあ右打席で、うん、ずっと村上コーチと、うん、マンツーマンでやってもらって、まあ、なんかその練習でやってることがしっかり試合でその形ができたかなと思います。まあ日頃の積み重ねですか。そうですね、もうしっかり、まあ、練習で準備はして、しっかりその練習でやってることをゲームでやれれば、はい、いいプレーがどんどん出てくるかなと思います。なお本日の紅白戦は
昨日に引き続いてしっかり結果残せたんで、はい、それはすごい良かったかなと思います。誰かが変わった時にどこでも行けるようにっていうのはゲーム中でもしっかりあると思うんで、練習から内外どっちでもできるようにしっかり準備したいなと思います。はい、お疲れ様です。野球に対して、うん、向き合っていくっていうか、そういったこう泥臭いところを、まあ、心がけてやってます。ラスト、よーちゃん、うまくなるたび、うまくなるたび。これ乗り越えたら全部する。はい。なんか昔の人に似てるみたいな。ありがとうございました。